あー、美味しそうな焼肉。食べたい食べたい食べたい。でも今外食するのはちょっと心配。どうしたらいいの？焼肉配膳ロボット。軽快な音楽とともにお肉を運んでいるのは近未来的なフォルムのロボットです。お待たせしました。届きました。ロボットが肉を運んでくれました。厳選された国産和牛の特上カルビやジューシーな上牛タンが人気の店、釧路町にある焼肉ダイニング玄。こちらのお店ではコロナ感染対策のため先週から試験的に料理を運ぶロボットを導入しています。無人で肉を運んでいますが、急に人が飛び出してきても大丈夫です。センサーが反応してぶつかることなく止まります。ロボットを使った実験は25日まで従業員と客の接触を減らしつつ十分なサービスができているか見極めて本格的に導入するか決めたいとのことです。もう少しいろいろ本当にお客様との会話をできるってレベルまで広めていったりですとか、非接触型でテーブルでオーダー、テーブル会計ですねができたりとかってするようなところまでこう発展していってくれればな。コロナが明けてからもですね活躍をし続けてくれるというふうに期待しています。感染対策と人手不足、このロボットが飲食店の悩みを解決する秘密道具になるのでしょうか。お待たせしました。